誰？てか私今日彼氏とデートなんだけど。私の名前は秋元康子。君たちには今日から三軒茶を拠点とするアイドルになってもらう。めんどくさい。ありえないんだけど。ふざけんなぜ。一応聞くが、三軒茶について何か知ってるか？僕は知らない。なんだじゃねえ。っていうか一応出たんじゃない？今はあれか。意外と全然違う。風の中のスバル、砂の中の銀河、みんなどこへ行った、見送られること。 SNJ48 の宿題くん。ミカコリン、ノリピー、なっちゃん、お前らは三軒茶の歴史を調べてきてくれ。ナオナオ、ノンタン、お前たちは三軒茶のホットな場所を調べてきてくれ。つべこべ言わずに行ってこい。一番上の側が全部落ちてます。はい。
ことになるのであるんですか。あ、そう、特にね、まあ、植木鉢はよそで売ってないんで、確かにあんまりいいものがあるんですけど、ちなみにありがとうございます。それは嬉しいですね。ほかほかのたこ焼きが食べたいです。はい、はい、お願いします。これが噂のおすすめのたこ焼きなんですけど、今から食べていきたいと思います。はい、いただきます。クリーミーでね、うん、柔らかくて美味しいです。美味しいです。みんなもぜひ食べてみてほしいなって思います。ぜひ、うん、駅からも近いので、うん、駅から1分です。Sangen-jaya から。とっても美味しかったです。Sangen-jaya に来てみた際にはぜひこちらの焼きたて屋さんに来てみてはいかがでしょうか。以上、のんちゃんでした。なおなおでした。 SNJ48 の宿題くん。
わ、始まってる？なあ、え、もう一回、もう一回、もう一回。せーの。